宮武三郎は日本のプロ野球選手。1936年に結成された阪急軍の初代首相。当と共に抜群の技量を持つスター選手として学生時代から広く知られており、早々期の日本プロ野球の人気を支えた。香川県高松市生まれ、二番町小学校ではすでに地元では知られた存在だった。 香川県少年野球大会に優勝した高松人城小学校チームに補強されて兵庫県の奈良で行われた全国大会に出場しているがこのチームには後宮武の後を追って高松商業境内に進む水原茂がいた香川県立工芸学校に進み柔道のほか劇剣、水泳、陸上競技などで活躍していたが 人材不足に悩んでいた高松商業野球部の監督が宮武の体格と抜群の運動神経に目をつけ、頼み込む形で転校させたという。高松商業学校ではたちまちチームの主軸となり、その活躍ぶりで四国のキリン児と称された。甲子園には、本田武蔵、井川清和、水原茂らと共に1925年春夏、 1926年春の3度、出場。1925年春の甲子園は5番投資権一塁手として、出場し準優勝。同年夏の甲子園では、投資権一塁手で不動の4番打者を務め、19、打数7安打、打率、368を記録、全国制覇に大きく貢献した。甲子園での通算成績は、11試合45。 打数15安打、12塁打、33塁打、1本塁打,打、打率、333。卒業後、慶応義塾大学に進み、いきなり1927年の東京6、大学野球春季リーグ開幕戦で先発デビュー、投げては6安打完封勝利、打っては、東武雄から放った、神宮球場の作声、え、第1号本塁打を含む3安打を記録した。 一年生投手の開幕戦勝利は2007年に、斉藤祐樹が記録するまで現れなかった。以後、東大にわたって野球部の主力選手として活躍する。慶大時代のチームメイトには、水原茂、山下実、浜崎真二、加藤希作、楠木美幸信、井川清和らがいる。加えて、当時は、三原治、小川翔太郎、伊達正夫、伊丹康弘、 若林忠し刈田久則、東、秀之助、田辺武夫、松木兼次郎、菊谷正一ら多くのスター選手が活躍しており、東京六大学リーグ戦は大変な人気を博していた。この頃の早稲田大学は宮武を擁する慶応に全く歯が立たとない状況にあったが、和歌山中学時代にエースとして甲子園で覇者となった名投手、 小川翔太郎が入学すると、小川を切り札として真っ向から慶応に退治、以後総慶の激闘が全国的に注目を浴びるようになった。特に宮武が小川と優勝をかけて投げ合った1929年春秋の総慶戦は空前の関心を呼び、これにより野球ファンの熱狂はさらに高まることとなった。宮武、小川時代と称されたこの当時の総慶の名勝負の 数々は今なお語り継がれている。なお、早稲田の司法小川に対して、宮武は慶応の超度級と言われたが、それは小川の宣伝されたスタイルに対して、宮武の豪快さが巨大戦艦を思い起こさせたためである。早稲田の挑戦にもかかわらず、宮武は大学時代は4度のリーグ優勝を果たし、東京六大学史上初の10戦全勝優勝も経験した。 宮武在籍中の4年間、経済は3位以下になることはなかった。投手として、通算61試合に登板し38勝6敗、188、脱三振。打者としては、通算で72試合に、出場、237打数72安打、7本塁打、72打点、打率、304。通算7本塁打は、後1936年に、 ご春勝もマークし、1957年に、長島茂雄に破られるまで、東京六大学野球の最多本塁打記録だった。また、大田淳也に破られるまで、70年近く、投手としての本塁打最多記録でもあった。通算打点72も、1968年に、田淵光一に破られるまでのリーグ記録だった。1930年の春季リーグ戦では13試合に、 出場35打数14安打、打率400を記録して、首位打者に輝いている。神宮球場では、前述の第一号スタンドイン本塁打のほか、球場史上初の場外本塁打をも記録している。この場外本塁打は、1930年10月4日の、喜び法1回戦の初回に、若林忠氏から放ったもので、場外にあった相撲場まで届いたことから、 スモーバホームランの異名がある。この一打の飛距離は、自由に150メートルはあったのではないかと、伝えられている。また投手として、通算3割を記録したのは宮武以外には、江川卓のみである。このように、エースとして、チームを支える一方、屈指の長距離合者としても名を馳せたことから、戦前最高の天才選手と評する人は今なお、多い。卒業後は、 パラマウント映画や東京白木屋に席を置く傍ら1931年にクラブチーム東京クラブに加入し、東打の中軸として都市対抗野球大会で3度の優勝をもたらす。1931年に大リーグ選抜が来日した際は、投手として全日本チームのメンバーに選ばれた。1936年、結成したばかりの阪急軍に入団し、 背番号1をつけた。大学卒の月給が60円だった当時、巨人軍に入団した三原治の契約金が2000円だったことで、世間は大いに驚いたが、宮武はその倍以上の5000円という破格の額で契約した。宮武に最初に声をかけたのは、東京セネタースで、ほぼ入団が決まっていたが、境内時代に、腰本樹監督のもとでマネージャーを務めていた。 村上実が、阪急百貨店勤務から、阪急初代球団代表に抜擢されたことから、阪急側が巻き返し、契約に至ったということである。阪急の初代首相に任命された宮武は、学生時代と変わらず、当主の傍ら強打者として、活躍。入団1年目の1936年には打率。355、1937年には、本拠地。 西宮球場で球場史上初の本塁打を放った。当主としても現役最後の1938年には春秋通算で球勝を挙げている。戦後は駒沢大学や千台校舎など実業団クラブの監督などを務めた。1956年に強心症のため49歳で休止。1965年生前の功績が認められ。 特別表彰として野球殿堂入りした。娘は同じく後に野球殿堂入りした小山正明に嫁いでいる。ありがとうございます。